今日は東京池袋で行われている黒祭り50周年、そしてよさこい18年 の、 あの開会式来てます。これから西口公園を使いまして、なんとウェディングラン、いわゆる結婚式を行うことになりました。今回結婚式を行います宮坂隆さん、菅彩子さん、本当におめでとうございます。実は本当に僕が初めて選挙に出た時に、彼女が、菅彩子さんが、あのセンドオブミュージックっていう、あの音楽を通して笑いを届けるという活動をしてまして、あの私の、あの癖霊報告会でも実は彼女が歌ってくれたり、そういう縁で今回本当にこの50周年のこの黒祭りの記念すべき時に、このまさにこの西口公園のこの会場を使って結婚式を迎えてくれるということで、本当に素晴らしいと思って今日はお祝いに来ました。オリンピック前にはこの会場が全てまたリニューアルするので、本当にこの風景も最後の景色となってしまいますけども、ぜひこの2人がの門出をしっかりと祝福して応援していきたいと思います。本当におめでとうございます。こちらの誓約書、見ていただくと分かるように、ご神父様の大好きなセーラームーンが描かれております。はい、皆様、今一度大きな拍手、温かい拍手をお願いいたします。こんなに幸せなことはないなと思います。ありがとうございます。お願いします。皆さん、私の見えてない広場、顔を出してくださいね。はい、3、2、1、はい。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、もう2人とも池袋が好きなので、はい、この池袋たち、苦労たちもお祝いしてくれてますんで、ありがとうございます。どうぞ。まさに苦労がいらないということで、苦労でもありますし、池袋でもありますし、そうですね、はい、あの、はい、今回アールパークのね、協力によってこういうこともできたんで、またありがとうございます、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。